キエフ公国、キエフ公国、ウクライナ語は、キエフを中心に12世紀から15世紀にかけて存在した流力調の公国である。現代のウクライナ中部にあたるルーシ南部に国土を持ち、ルーシ西部に成立したハール・イチ・ボルイーニ大公国と、ルーシ、競技の領土を2分した。1130年代には、キエフルーシの封建体制の崩壊が始まった。 そうした中、キエフを中心に形成されたのが、キエフ公国であった。その領土には、キエフシチナを、はじめ、東ボルイーに、ペレアスラウシチナが含まれた。首都は、キエフに置かれ、ペレアスラウ、カーニーブ、チェルカースイ、オステール、オーブルチ、ジトウムイル、チョルノーブ入り、モーズイルといった都市が、地方の中心となった。こうした都市は、時期によっては、 広告の中心地ともなった。1132年、大公ムスチスラフ一世の死後、キエフ大広告はいくつかの小広告に分裂した。ユーリー・ドルゴルーキーはスーズラリ広告の講座を獲得し、ペレア・スラウ広告を狙った。このことについて、隣国チェルニーヒウ広告のフセボロド二世はいよいよ、キエフの分割が始まったと書き記した。また、ノブゴロド公国も、 キエフの権力からの独立を強めた。ロストフとスーズダリの領土は、すでに独立していた。スモレンスク、ハールイチ、ポロチク、トゥーロウの地に、それぞれ独自の公が即位した。さらに、キエフとチェルニーヒウの間には、武力衝突が発生し、これに、東ローマ帝国やハンガリー王国、ベレンレイ人、ポロベツ人が介入した。 もはや、キエフ大公国はその実態を失い、キエフを中心とするキエフ公国がその残死を止めるに、過ぎなくなった。大公ヤロポルク二世が1139年に、崩御すると、ビャチェスラフ一世が即位した。これはさらに不運な大公で、その大公位は7日で終焉を迎えた。彼を放逐して即位したのが、チェルニーヒューコー、フセボロド二世であった。キエフの年代は、 フセボロドとその兄弟について卑怯で貪欲な証言のねじ曲がった人物であったと表現している。彼とその兄弟たちの知性において、キエフはノブゴロドを回復することに失敗し、さらに1144年から1146年にかけてハールイチ公国との間に戦争を行った。フセボロドは1146年に崩御し、 それ以降、キエフの実権は大貴族が握るようになった。これは、ノブゴロド始めたの多くのルーシュ系諸公国と同様の現象であった。これ以降、もはや大公国とは呼べなくなったキエフ公国は、周辺の諸公国や王国と戦争を繰り返しながら、数々の非力な公がその口座を奪い合うこととなった。モンゴルのルーシ進行攻撃の二百四十年、キエフ公国は、 モンゴルイコールタタールによって占領された。1243年には、ジョチュルスによって、ブラジーミルスーズダリ大公国のヤロスラフ2世が、公に任税れ、ヤロスラフは、キエフに大官を送った。彼の死後は、その大公を襲ったアレクサンドルネフスキーが、キエフ公に任税られた。1263年にアレクサンドルは、死去したが、 これ以降、ブラジーミルスーズダリ大公による、キエフ公世州が始まった。1362年頃になると、キエフ公国はリトアニア大公国の軍勢によって、ジョチウルスの支配から解放された。しかし、リトアニア大公国は、ジョチウルスに代わって、キエフを占領し、公国を、自国の属公国に加えた。そして、ルーシの公庁を廃止、代わって、 リトアニアのゲディミナス朝の校長を成立させた。その最初の公となったのは、ボロディムイル・オーリヘルドビッチであった。しかし、ボロディムイルは、リトアニアに対するキエフ公国の自立性を確立するための政策を取った。これは、リトアニア政府にとっては、非常に侵害な政策であった。とりわけ、1386年に、リトアニア大公ヨガイラ ヤガイラ・オーリヘルドビチがその位を息子に譲り、ポーランド王に即位すると、憲政を誇るリトアニア大公国は、その不満を表面化させた。1394年、リトアニア大公国政府はついに、キエフ行為を廃止した。これに伴い、キエフには公に代わるリトアニアの大官が置かれた。1440年、現地の封建貴族からの圧力により、キエフが復活されたが、 1470年になると再び敗された。キエフには、ボエーボダ、県知事の M ホショドフトが送られた。キエフの住民は二度にわたりその受け入れを拒んだが、1471年、ボエボダの軍勢によって攻められたキエフは陥落し、キエフ公国は完全に解体され、リトアニア大公国によるキエフ県に置き換えられた。キエフ公国は、 ハール一ボルイーニ大公国の南東に位置した。キエフ公国の中心地はドニプローカワウガン地帯で、かつてのポリアーヌ遺族やデルブラーネ族の公国領、ペチェネグジンナポロースヤの所領地、ボーロ報酬を含有していた。13世紀にはボルイーニの残る地域も併合した。一方、ドニプローカワサガン地帯におけるキエフ公国の領土は、 少なく、わずかに10から1 5トル程度に及ぶ一帯を、領有したに過ぎなかった。南方については、ポロース屋の一帯を、ボロダーレウからローデニまで領有し、その中には、ユーリエウやトルチェシク、ボフスラーウや、コールスニといった都市が含まれた。北方の領地は、ウージュカワニまで及び、ウシェシク、イスコーロステニ、オーブルチ、チョルノーブイリといった都市が含まれた。おそらく、 その領地は、スロベーチュナ側からプルイピーアチ側まで及んでいたと考えられ、後には、キエフとミンスクの軍管区の間に、国境線が引かれたと見られている。祭域では、領土はボルイニに達しており、その限界はスルーチ側であったとされる。国境線は、ボロヒーユーク州からおそらくは、ロウシ側とテーテレバ側に及んでいたと考えられている。関連項目沿いロウシュカ防衛線。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。